どういう伏せ字なんだ、メンヘラフレッシュみたいな。だって仕方ないじゃん。次は何かの建物の中みたい。そうだね、ここはどこだろう。目がチカチカするとかいう感覚、君にもあるんだ。君にもあるのか、知らなかったよ。途中休憩とかしないよ、優しい。あ、そう、自分は人間じゃないしということ言うなよ。めたいだろ、だから。それなんて読むの、メンヘラって読むの。あ、もちろんゲームを閉じるときはちゃんとセーブしてから。お前永遠にめたい。ほんと永遠にめたい。はーい。セーブを忘れてもう一回やり直しとかシャレにならないから。ブルーライトは痛い。そうね、目痛くなっちゃう、疲れちゃうからね。青い目して、確かに青い目って なかなかいないよね、 人だと。ほんとすごくめた。じゃあセーブしましょうか。しそう。あ、いやだ、戦う。はやー、ナビゲーターを。それは何、それは何の伏せ字だ。ここは殺伐としてるね、さっきとは大違いだ。だけど不安定で歪んでいる世界だよ。なんでそんなに否定したがるんだろう。いつかそんな世界にしたいって言ってた友達がいたんだ。まあそいつが言ってたのは努力が認められる世界。努力が認められる世界はいいことじゃないか。ここも努力は認められる世界。でも隣にいる。その他人を蹴落とさないといけないということなのかな。信じられるのは己の力のみってね。ほふりがめちゃくちゃね、文字潰れちゃって全然読めなかった、さっきの。誰よりも厳しくて優しいやつだったからそんな答えを導いたんだろうね。これさ、ボスが三雲ちゃんの言ってる友達なんじゃないか、全員。なんかそんな気がしてきた、ちょっと嫌だな。でもどうしようもない理由でうまく生きられないやつもいる。確かに。等しく冷遇される。そういうやつに努力不足なんてひどいこと言えるかな。まあ、努力をしたくてもできない環境だってとかの人もいるよね。いつかはさ、ここの世界好き？いつかは努力が実る世界は嫌いじゃないけど、自分が、まあ、努力できない側の人間だったってことを考えると好きじゃないかもしれない。できないっていうのは、まあ、いろんな理由出て話ね。そっか。さっき言ったけど、どっちや。めたいんだよな。たまにはこうやって話さないと敵を殴るだけの寂しいゲームになっちゃうんでしょ。そうだね。でも敵殴りたくないんだけどな。あ、新しい敵だ。HP30 あるか、結構強いんじゃないか。あれ、なんて読むの、アルニラン。読めないです。誰か読んでください。あ、死んだ今。ごめん、全然体力見てなかったわ。体力全然見てなかったわ。ごめんね。アルニランか。マジでごめん、本当申し訳ない。全然体力気にしてませんでした。体力をちゃんと見ます。何かと思った。どこ選べばいいんだろうね。これ敵が多くなってきてるから、ちゃんと倒していこうか。レベリング必要な気がするんだよな。ボスに勝てないとかありそう。結構強いな、アルニラン。やばいやばい。これ勝てなくない？きつくない？やべやべやべ。アルニラムって星？星？星座
とかそういう話か。一体になったから八つなんとかなるけど、あ、次ヒールしなきゃ死ぬ。星、あ、星座じゃないか、普通に星か。はい、レベル2も上がった。うまいぞ、経験値。頑張って倒していこう。オリオン座イプシロン。へえ、イプシロンの別名、それは知らなかったな。あ、やっぱレベルが足りなかったからすぐに死んじゃっただけなんだな、これ。星っぽい見た目はあんまりして。3体いる、びっくり。あ、でももうダメージ受けなくなってるね。虚しい。でもダメージ受けないの。セーブしよう。お前はどこにでもいるんだな。ワンパンだけど。あ、そうなの？考察していってくれ。このゲーム多分結構考察ゲーな気がする。クリティカルとか出るんだ。シソくんだけ寝たけらな、ちょっと面白い。オリオン座の星の名前なのかな、全部。とりあえず一掃したのでセーブします。あれ、これもうループしてない？これ初めの部屋だよね、多分。これ正しいところ行かなきゃダメとかあるかな。じゃあ次逆行ってみようか。思想は？思想は思想だと思う。あれ？あ、これループじゃないな。思想くん全然弱い。どういうことだこれ。難しいことしないでくれ。この BGM 好き。三連星。アラビア語で真珠のネックレス、真珠のようなネックレス。へえ。みんな考察していけ。あ、ちなみにこれ録画してます。みんな殺した。なんか確かにそれはちょっとわかる。バールのようなものでギッタギッタとなぎ倒している。ミクモ、ミクモくんなのかちゃんなのかまだわかんないよね。いっぱいいる、いっぱいいる。一掃しました。これいつになったら終わるの？もしかして全部の部屋の全部を敵倒さなきゃいけないとかある？あ、なんか習得した。あ、ピンク色のリボン。血がついてきた。あ、ミクモのステータス見れないのか。このプオーンってやつが正解の音な気がする。あ、違う気がする。ワーンが正しいと思う。いや、なんかわかんない。順番、あ、次どこ行けばいいのかマジでわからん。何が正しいかとかのヒントないよね。あ、多分これですよね。多分1回目が左で、2回目が、あ、あ、2回目がこっちな、ここなんだよ多分。
で、そう、3回目、ここがわからない。敵倒そうか。左から3番目と4番目を試したんだけど、どれもダメだったので、何番目がいい、何番目が正解なのかわかんないんだよな。しそくん攻撃ミスってやんの。どこ入ればいいんだろう。右から2番目ここ入ってみるか。あ、違う音したね。ピンってされんの。ここ。あ、ねえ、テレビ怖いから見たくないんだけど。テレビ見なきゃダメかな。そういえばさっき言ってたやつさ、リクモとも気が合うと思うんだよね。この世界みたいな世界がいいって言ってた子だよね。二人ともしっかりしてて真面目なんだけど、でもやっぱどこか抜けてるところがあって見てて面白いんだ。見た方がいいよね。でもザーって音がすごい怖いの。いつか会わせてみたいな。あ、もちろんいつかもみんなに紹介したいよ。紹介してくれよ。そんな時が来るといいけれどっていう発言はちょっと悲しいんだけど。とりあえず倒しましょうか。苦手かも。ちょっと音量下げるわ。自分の音量下げました。じゃあテレビ見るよ。テレビだ、見る？音大丈夫？世界はこんなにも退屈なの？これさ、これさ、その、ミクモが各世界に入って、こんな世界みたいな友達がいるんだって言って、友達じゃないのか？このテレビに映ってるのは。今回も、前回も。そして、あれは、自殺の間際の姿なんじゃないのか。わからん。とりあえず前に進もう。あ、出れた。セーブしよう。すごくそんな気がしてならない。救済していく。その救、なんかいるよ。その救済方法は正しいのか？屋上に着いたね。ここも敵を倒せばいいのかな？強そう。え、でかっ！その大きさずるでは。うわ、でかい。本当だよ。攻撃届くかな？あ、また2進数。あ、ここが本体。あ、それ本体なんだ。魂の入れ物からの解放。ちょ、大きいのずる。同じサイズで、サイズ、た、あの、対決してくれ。なんて言ってるんだろう。きっと全部文字に直せば文になるんだろうけど。この先は行かせない。今度、あ、顔か。悪いけど、ここで止まるわけにはいかないんだよね。そうなのかな。ここを救わないといけないし。弟が待ってるんだ。いつか行くよ。こいつはどうやら攻撃力も防御力も高いらしい。防御力を減らせれば攻撃が通じるかもしれない。なるほど、そういうアビリティを。なるほどね。ガードブレイク。でかいね。ライトニングボルト2発で勝てるじゃん。勝っちゃった。あっけない。もっとこう長期戦になると思った。あっけない。折れた刀を手に入れた。
なんとかって感じなかったよ。全然楽だったよ。お疲れ様。みくももお疲れ様。大丈夫？疲れてない？全然疲れてない。特に問題ないのはいいんだけど。大丈夫だよ。大丈夫。うん。そりゃよかった。それじゃあとりあえずこっから出ようか。これでいいのか？お前のやりたいことは本当にそれか？でも一回始めてしまったことはまあ確かに進めるしかないのかなと思うけど。